G7 広島サミットでアメリカのバイデン大統領が宿泊したホテルの部屋が公開されました。広島でどんな夜を過ごしていたのでしょうか。こちらがバイデン大統領が宿泊したスイートルームです。入ってみるとまず廊下があるんですが、奥にはびっくりするぐらい広いリビングが広がっています。そして窓の外には広島市内を一望することができます。広島市中区のヒルトン広島、最上階22階にあるその名もプレジデンシャルスイートルームです。 G7 サミット期間中バイデン大統領が宿泊しました。瀬戸内海とサミット会場となったホテルが望めるリビングルームのほか、ベッドルームやバスルームなど広さは164平方メートルです。こちらはサミットの1週間ほど前にアメリカの要望を受けて用意したデザート。バイデン大統領が普段から好んでいるというチョコレートチップ入りのアイスクリームです。広島県産の卵と牛乳を使用し、アメリカ人が好むコクを追求、食べやすさも工夫しました。さらにアイスには牡蠣のパウダーが入ったサブレも添えました。プレッシャーも感じつつ、でもこんな機会はないなと思って、美味しく召し上がっていただきたいなという思いで作りました。こちらは部屋に備え付けのゲストブックです。ページをめくってみるとバイデン大統領のメッセージとサインが書かれています。おもてなしをありがとう。あなた方は私とチームに親切にしてくれました。信念を貫きましょう。バイデン大統領は直筆で感謝の言葉を残していました。He still looks very the same, charismatic, and it's just for us it was an absolute honor serving him, and also actually seeing him in person, even if it's far away, it's something which I think I will never forget.この部屋の値段は時期によっても異なりますが、およそ25万円から35万円です。またヒルトン広島は明日から土日祝日の限定でマリー・アントワネットをテーマにスイーツビュッフェを開催。サミット後の外国人観光客などの増加に期待するとしています。